とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、珍しいのが来てるよ。これ、季節限定チャレンジ。半年ぶりかな？半年ぶりぐらいだと思うんだけどね。久しぶりだ。で、今回は2つある。ここと、ここか。とりあえずは、ここだね。かぼちゃ草原。ここを行きたいと思います。変更がね、結構簡単だからね。プレイヤーが獲得した魂が4倍。で、苦痛の矢。だね。敵がクリーパーに置き換わるんだけども、まあ、苦痛ダイナモで行けば、全く問題ないと思うんで、行ってみましょう。プラス25。行こうか。敵はそんなに変わらないから大丈夫でしょう。ただね、苦痛の矢を使わずに、ダイナモのあのダメージが発生するのかちょっと怖いけどね。多分発生すると思うんだけどね。とりあえず、ウィザーアーマー、そしてトゥルースシーカー。で、アーティファクトの方は、ブーツ、アミュレット、キノコ。これでいきます。大丈夫っしょ？特に、ああ、問題はないと思うんだけどね。あ、オッケー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 。発動する発動する。ただ、矢が減っていくから、矢の数には注意が必要か。まあ大丈夫だね。ソウルがいらないっていうのが結構でかいと思う。ソウルいらないっていうのはなかなかいいよ。しゃあ。はいはいはい。クリーパー来たね。クリーパー来てるよ。でも全然大丈夫。超余裕。オッケー。普通ダイナモのビルドの時は、キノコを、あ、そうか。一緒だわ。一緒だわ。これクールダウンついてないわ。だから一緒だ。でも、ソウル貯めなくていいから、別に近接攻撃しなくていいからね。すごくやりやすい。しゃあ。やーも、あ、いいんじゃない？やーは、そのうち回復するだろうし、大丈夫です。あ、今のはダイナモ使ってなかったのね。あ、いいさ。いいさ、いいさ。よし。ミスった。あ、そうかそうかそうか。ブーツも常時使えるわけじゃないんだったね。1秒のクールダウンは必要になってる。でも、大丈夫っしゃ。いけ。普通にこれで進んでいきましょう。お、後ろから来たやつが勝手に矢に当たってくれた。危ない。あ、でもね、ブーツあるといいね。めちゃくちゃ避けやすい。しゃあ。あ、でもあんまり早く行きすぎるとクリーパーが来ちゃうので、そこ注意か。でもまあそこまで注意せずともいけるね。強制戦闘がいくつかここはあったと思うけども、これすらもまあ余裕でしょう。この武器ならば余裕。蜂もね、ちゃんと出てくれるし、いい感じ。強制戦闘も別に問題ないでしょう。まあちょっと見通しが利くようなところにいればいいかな。なんか、あれだな、エンチャントの敵は、いつもよりもなんか少なめな気がするぞ。いつもはもっとね、エンチャントの敵がバンバン出るけど、ここはあんま出ないね。期間限定のところはちょっと、ゆるく作ってあるのかな？あー、やめてー！やばそこそこ痛い。けども、まあまあ、回復はするからいいか。大丈夫だね。よーし、ここで終わりだね。意外と短かったな。
10分あれば余裕でクリアできるような場所だったね。ここら辺におったらいいかな。この中に湧くから外側からスーッていった方が、いやそうでもないなそうでもない、いやむしろ普通打たなくても全然やっていけるところか。でもまあまあそういう装備だからそうやっていきましょう。はい、透明に、ああ透明になっとけーと思ったけど、いいや、しゃしゃ、あいいね。あ普通にダイナモなしの普通の矢でもいけるちゃいけるんだね。うん強いもんねこれ、かなり全然いける。でそろそろエボーカー出てくるんじゃない。あまだ、よっしゃパワーポットも出た。これでもう完全にダイナモもいらないでしょう。いけー、よし、まあクリアですね。報酬なんだろうね、やっぱ1周年にちなんだようなやつが出るんだろうな。さあどんな感じだろうね、ちょっと予想しよう。なんか1周年にちなんだやつだからアニバーサリーとか1とか書いてある帽子をかぶった鎧とか、あと剣もなんかこう1ってなってるような数字の1みたいな剣が出ると思う。さあどんなやつだ。はい来た。出ないことあるの、出ないことがあるんだ。絶対出るやつかと思ったら絶対出ないんだね。ちなみに出たのがこれ、壊れたビーコン253。マジか。まあまあとりあえずねもう一個ありますので行くか。おチェスト10、意外と少ない。シークレットすでに1見つけてるんだけど、わあ、いや、あナイトモードか、ナイトモードだ。マジでほんと嫌いなんだよな。わーわーわー、ナイトモード嫌だ。うわ、ナイトモードほんとやばい、これ。めちゃくちゃ出てくるじゃん。ここまで来るか。普通にさ、真横にクリーパーとか全然あり得るもんね。お、どうだ？終わり？おー、ちょっと待って待って待って。ナイトモード。ナイトモードやめとけ。あここ先に進んだところで終わりだね。終わりでしょここで。終わり、オッケーオッケーオッケー、クリアです。さあそれでは1周年の装備果たして出るのか。 100% じゃないよ、頼む来てくれ。たまっ嘘だ、出なかった。今日の季節チャレンジ、ここもやったけども、ここもやったやん、今。出なかった。これ一日一回だもんね。じゃあ今日も出なかったということで、明日、また、挑戦していきます。これいつになったら出るんだ？はい、やっていきますんで、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴。ありがとうございました。